泡文字は、人大文字の一種。日本語の五十音に対応しているが、に相当する文字は存在せず、また歴史的金遣いであるため、濁音や反濁音を表す文字も存在しない。他に、国行き詰めた手紙を表すための文字や、実感などを表す文字も存在する。書風は、浴びる草文字や報告文字に似ており、泡文字と浴びる草文字の混ぜ書きが用いられる場合もある。 徳島県名東郡佐奈号地村の大宮八万宮に伝わった文字とされる。大宮八万宮の官主である藤原三町が1779年に表した紙辞書に阿波文字が掲載される。また同じ阿波国の印紙である宮谷治前が同年に表した噛むことのよそありに収録される大払い言葉では阿波文字と阿る草文字の混ぜ書きが用いられている。 三井寺住職の傾向が1793年に表した和事項に見え、また平田篤汰が1819年に表した神谷座日文殿付録議事編には神谷座五十院として再録されている。ただし、平田はこの文字について藤原三町の創作による文字ではないかとしている。宮城県気仙沼市の三崎神社に現存する石碑に泡文字が記されているほか、 道の九国上郡の湯水家から1799年に伝わったとされる文書にも泡文字が用いられていることから江戸時代後期には現在の宮城県のあたりでも泡文字が用いられた可能性が指摘されている。また長野県駒金市の大三家神社に伝わる社伝記では前述の大払い言葉と同様に泡文字と浴びる草文字の混ぜ書きが用いられている。同書は 山と竹の業績を伝えたもので、村上天皇か、遠融天皇の時代の作と伝わっている。伊勢神宮には、神代文字によって記された、多数の奉納文があり、その中にも泡文字を記したものがある。ありがとうございます。